はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、皆様、まあこちらもう見てもらいましょうか。もう早速見てもらいたいんですけど、まあ泣き目が、まあ追加されたということで、まあ上限は一応完全になったのかな？完全体の、完全系の上限になったんですけど、皆さん、結構、なんかコメント欄でもあったんですけど、この上限、要は、最近鬼滅の刃って強くなったんですよ。強くなったというか、まあ能力アップしたというか、あの装備が反映されるようになったので、まあ防御力とかも上がってきたっていうのもあるんですけど、まあやっぱりその AI とかも賢くなってきて強くなったんで、今回ですね、はい、上限の鬼 VS 呪術廻戦のキャラクター全員ですね。まあ全員って言ってもさすがにね、スクナはあの無惨様とかじゃないとちょっと相手できないので、まあ無惨スクナはまあ最後のなんだろうな、エキシビションみたいな感じで、だからジョーゴまでですね。だメンバー的には上限は海学、そして牛太郎、ギョッコ、泣き目、増白天、赤座、ドーマ、黒死亡となっております。で、呪術廻戦側は一応あの強いキャラクター、戦えるキャラクターを、選抜したらこの人数になりました。結構ちょうどいい感じですね。ナナミンに、ダコン、そして花見にゲトウに、おっこつくん、マヒト、伏黒当時、パパリンですね。そしてマコラ、そしてジョーゴ。一応強さ順にしたつもりだけど、もしかしたらこうかも。うん、でもやっぱり最後はさ、ちゃんと能力持ち同士で戦いたいじゃん。もし黒死亡と。多分黒死亡と当たるとしたら黒死亡だと思うから、その時になんかさ、やっぱり領域展開とかでさ、そっちのが派手かなと思って、一応最後ジョーゴにしました。多分強さ的にはこうかもしれない。下手したらこう。まあだけど、一応ね、やっぱりジョーゴは最後ということで。こちらで、戦っていきたいと思います。もちろん勝ち抜き戦というかですね、どんどんやられたら追加していく形で、ただ多分上限の方が全体的に強いんじゃないのかなと思うから、まあ、こんな感じで、あれちょ今ずれた、あ、ずれましたね、今ずれましたね。こうでいいんじゃないかな。こうでいきましょう。はい、なのでいきますよ。早速いっちゃいます。かなり長い戦いになるかなと思いますので、ずっとちょっと戦闘音が流れ続ける可能性があります。で、ギョッコの時は、これ、範囲をかなり広げて戦います。さあ行くぞ。スタート！ナナミン！さあどうだ？戦うよね？戦うよね？大丈夫ね？よし。さあ、で、前回おそらくこれ上限負けたと思うんですよ。あの、呪術廻戦のキャラクターって全体的に能力が強い。強いので、さあそして、これはまさしく岩柱の呼吸のような感じ。これ姫島さんに実装してほしいよね。このナナミンの岩が落ちるやつ。これすごい楽しそうだけど。で、全体的に、多分ね、これ海学とナナミンだったら、あ、でも海学とナナミンだったらもしかしたら海学かもしれない。それぐらい結構なんかね、強さの差があるというか、呪術廻戦のキャラクターの方が強かったんだけど、その海学も、あー、いい勝負になってきてる。海学もやっぱり装備とかついてね、防御もかなり上がったんですよ。おー、海学勝った！さあ、そして体力回復する前に行きます。まあ、これはさすがにここで、ま、海学はお役ごめん。でも海学も頑張ってるね。今まで多分、ナナミに負けてたんじゃないかな。で、しかも、ダコンにかなりダメージ与えてる。さあ、そしてこのまま、さあ、牛太郎行きましょう。さあ、こっから上限はかなり強くなってくる。さあ、その中で、シルルユー軍ですね、ダコンの。ね、まあ、全体的にやっぱり牛太郎がかなり、その、能力アップというか、そちらはしているはずなので、多分ダコンにはさすがに勝てるんじゃないのかなという感じで。でもダコンも、やっぱり防御。あの水のこの守り、それがあるので、その時にもしかしたら牛太郎の血気術を受けたら防御できるかもしれない、防げてるのかもしれない。あー、やっぱり強いね、牛太強いわ。てか上限が全体的に強くなってる、本当に。うん、だって今まで防御もっと3とか4だったのが12とかですからね、牛太。いや強いわ。さあそしてここで多分ダコンがそろそろ終わりですね。さあそして牛太郎の次花見、牛太郎まだ体力180残してる。ここで花見にもし牛太郎が勝つ、もしくは、まあ、ほぼ、花見が瀕死状態まで持っていくことができるのであれば、上限側がかなり有利っていうことがわかるかもしれない。スクナとかが、呪術廻戦側は、スクナはもしかしたら出すかもしれないですけどね。うん、やっぱり結構呪術廻戦のキャラクターって、スクナと、五条先生がやっぱりもう突き抜けてる。まあ、五条先生はちょっと例外だとして、スクナが攻撃力、突き抜けてるので、まあ、そこなしでどれだけ戦えるかっていうのもあると思うんだけど。でもこっちも逆に言うと無惨いないからね。
今までスクナに勝てるのって、てか、スクナ、多分上限だったら3体分ぐらいとかなっちゃうから、無惨様がいて、なんかいい勝負できた、できてた記憶があるから。さあ、そして牛太郎がやられる。やられた。しかし、132か。思ったよりちょっとあれだね。さあ、いきます。さあ、ギョッコ VS。花見。さあ、どうだ？ギョッコの強みは、やはり離れ、いや、でも花見もあるか。遠くから攻撃できるのか。遠距離攻撃があるから。いや、でもやっぱりギョッコ、強みがあるね。ほんと、遠くに行って、そこで、いや、でも、花見も遠距離攻撃がある。これはいい。結構、花見は、ギョッコキラーではないか？いや、しかし、やはり、花見は、火力が足りない。火力が足りません、花見。どうだ？さあ、ギョッコ。このスーパーフラットの世界では、かなりギョッコは、独壇場になってしまうからね。かなり強いんだよね。でも、こっから、まあ、ちょっとゲトーも、おっと、ここで、水国鉢。でも、ゲトーも遠距離攻撃ある。でも、遠距離攻撃あるけど、おっこつくんとか近距離キャラはね、一気に詰めて攻撃することができるから、どっちがいいかって言われたら分かんないんだよね。遠距離、さあ、合図で、さあ、どうだ、ダメージが、今 130？ 今半分ぐらい削れてるね。さあ、そして、おっと、ここで氷を出していった。氷も出して、さらに仲間を増やしていき、これ、ゲトーが、まあ、勝ちそうではあるが、第2形態になったら、どうなるかちょっと分かんないけどね。第2形態になったらもう完全攻撃型に切り替わります。さあ、そして第2形態になった。さあ、こっちの方が正直戦いやすい感じはするのではないかと。どうしたというのかね。どうした戦いたまえよ。なんだったら戦わないというんだったらこの風神の、あー、いってらっしゃいあれ、あー、びっくりした。あー、やばい、バグっちゃった。止まっちゃったかもしれない。これここでよくあるんですよ。さあ、そして第2形態の玉子は、しかし当たらなければどうということはないという、今にもガンダムの名言が出てきそうだが、当たらなければどうということはない。おっと、当たらない、当たりません。第2形態玉子、これはおそらく呪術廻戦のキャラクターに設定されて、多分、いや、当たってる、ちょい当たってる。でも多分ね、ちょっと AI が違うんじゃないかな、動きが。さあ、そしてゲトーが残り28、玉子すごい頑張ったね。さあ、そしてここで泣き目です。さあ、この泣き目は強いぞ。これ下手したら、あ、でもダメージ与えてるね。さあ、そして、おっこつくん。おっこつくんと泣き目ってなんかちょっと、泣き目ってさ、なんか若干呪術廻戦のキャラ、世界とちょっと似てない？なんて言えばいいんだろう。おっと、これは、これどうだ？おっこつくんダメージ与えられない！近づけない！いや、しかし、これちょいちょいダメージ与えることができる。ふすまばさみの時に、ダメージを受けながら攻撃することができるっちゃできる。いや、でもこれまず、待て、これはどうだ？これ遠距離キャラじゃないときついのでは？もしかしたら、おっこつくん全然ダメージ与えれてないもん。これは、おっこつくんが、おそらく、もうやられてしまう。やられた！真人だな、真人。真人で行きましょう。これは遠距離キャラじゃないと厳しいってのが分かったぞ、これ。さあ、泣き目と真人。さあ、そして、あ、しかしこれ真人！これは、泣き目の弱点！現れ、あー、領域展開が外れた！領域展開外れる！いや、しかしこれ改造人間が、呪霊が泣き目をガンガン攻撃することによって、おお、倒すんじゃないかこれ。なんか、おお、真人が、ほう、じゃあ次、さあ、増白点、離れても多分大丈夫そうだね、攻撃してくれそうだね。さあ、そして増白点が強いぞ。真人くん、増白点は強いぞ。彼は正直どうだろう、赤座より下手したら、プレイヤーとして戦ったら赤座より強い。ドーマより強いかもしれない。その単純なステータスで言うと、もちろん、ゾアクテの方が弱いんだけど、この雷が強すぎるんよ、攻撃力が。ちょっとね、おかしいぐらいのレベルなんだよね。まあ、でもその分、体力と、防御力はもちろん、そんなに高くはないから、もう攻撃に全振りみたいな感じだからね。さあ、そしてここで抜体が登場しました。いいんじゃない？これ改造強いな、この呪霊。この改造呪霊がさ、やっぱり、その、攻撃の、おっと、さあ、領域展開！失礼いたします。あれ、倒したぞ。真人くん、どこにいるというのかね。真人くん、いた。いくぞ。さあ、次、当時じゃない。赤だ。真人が強いね。真人がかなり、今、玉子と、ゾワクテンを倒したところだ。やはり、強いな。まあ、じゃあ、玉子じゃない。泣き目と、ゾワクテンを倒したところですが、しかしさすがに、単純なパワーの赤座にはさすがに勝てないか。さあ、そしてここで、さあ、パワー VS パワー。
ちょ、若干似てんだよね、シグロ当時と赤座って。なんかわかります、なんか雰囲気似てない、そのな、ぶ、もちろん武闘派っていうこともあるんだけど、武闘派っていうなんか目がさ、目のなんか感じがすごい似てる。なんか鬼滅の刃で赤座の前のその人間の頃の姿が伏黒杜氏って言われてもなんか納得できるもん。なんかそんな感じしません？さあ、そしてでも、いや、これいい勝負、いい勝負してる赤座相手にここまで。いや、でもさ、これこのまま行くと呪術廻戦のキャラクターまずいぞ。うん、まあでも待て、でもマコラと多分ドーマだったら、マコラが多分体力半分ぐらい残してマコラだと思うんだよね。こっからマコラなんですよ。で、こっからマコラが下手したら、赤座、ドーマ、でも、あれか、赤座の首が取れた、取れる前にこれ倒しちゃ、あれか、戦っちゃうってことは、赤座が首取る状態の時でも、マコラずっと、ほら、もう倒しちゃう、もう、マコラ強すぎん？いや、でもこれあれだな、国志望とジョーゴが、多分、対マンで勝負になるかも、これ。マコラと、ドーマがほぼ同着みたいな、ほぼ同じぐらいの感じでやられるとして、さあここでやられたマコラが235、ここでドーマとマコラで、多分マコラが勝つと思うんだよこれ。いくらなんでもさすがに強いんでマコラって。だ、いや、でもほぼ同着っぽいなこれ、体力なんか残り20何ぐらいで、なんか国志望にバトンタッチして、国志望ですぐやって、ジョーゴと国志望の対決っていう風になりそうな気がするんだが、205、いや、これドーマ強い、ドーマのが強いか、これもしかして。ドーマが倒してしまう、倒してしまう、倒してしまう、倒します、倒しました。さあ188、これは呪術廻戦側は厳しいといったところか。やはりここであれか、まあ、エキシビションで宿儺出せそうだね。まあ一応勝敗はまあ確定するけどみたいな。スクナ出すんだったら、ドーマ、無惨も出さないといけなくなるからさ、ちょっとそれは違うなと思ってるから、一応勝敗は、まあ、このジョーゴが負けた時点で、見えません。失礼します。すいません。ジョーゴーイ。おー、すごい、待ってこれ、炎の中に氷が先生、炎の中に氷があります。うわ、しかも極の場合やば、ちょっと待って、なんだこれは。これ、ドーマ地獄ぞ。かわいそう、ドーマくんがかわいそう。倒したよね、さすがに。164で、国志望。いやー、これはまあ、さすがに、厳しいね。うん。これはしょうがない。まあ、頑張ったよ。でも、思ったよりやっぱりドーマが強いんだなってのが分かった。想像以上にドーマが強い。さあ、そして、ここで、ジョーゴがやられる。なるほど。はい、ということで、今回は、呪術廻戦のキャラクター全員 VS、 まあ、スクナとね、スクナとちょっと五条先生は抜いた、まあ、全員 VS、まあ、完成形になった、上限、まあ、まだ完成形か分かんないですけどね、もちろんこれからいろんな調整とか、そこからどういう展開でやられるか、そのいろんな調整とかがあるので何とも言えないんですけど、まあ、今回は上限の鬼の勝利ということで。誰がやっぱり強かったかな、結構やっぱり玉子が呪術廻戦のキャラクター苦しめたと思うし、呪術廻戦の方では真人がすごい上限を苦しめたんじゃないのかなと思います。はい、あ、でも結構国志望やっぱり食らわせるね。うん、国志望3体いてようやく宿儺に勝てるぐらいかな。ということで、じゃあ皆さんお疲れ様でした。またちょっといろんなことやりたい、無惨の塔も早くやりたいし、ちょっとやりたいこといっぱいなんでね、ちょっと鬼滅の刃の、ちゃんとあれ、ストーリー実況というかね、そういうのもちょっとシリーズ系もちょっとやっていきたいので、1日2本になるかもしれないですが、ちょっとよかったらね、そちらも見てくださると嬉しいです。じゃあ皆さんお疲れ様でした。バイバイ。